金属探知機は、電磁誘導を利用して、金属の有無を探知する機器である。今日では、地雷原において地中に埋設されている地雷の探知、空港や港湾における、所持品のチェック、地理学探査、考古学探査、そして宝探しなどにおいて広く、活用されている。また医療品や、食品加工などの金属を含まないはずの、工業製品における異物の探査、 建物の鉄骨や中鉄管、電線などの探知にも用いられている。金属探知機の基本構造は、振動子とコイルからなっており、振動子から発生する交流電流がコイルを通過することによって磁場が発生し、金属がそのコイル付近に接近すると、電磁誘導の効果から金属に渦電流が発生し、そこでも交流事情が発生する。このため、 地場の変化を探知することで金属探知機はかなり古くから使用されている。19世紀の終わり頃、多くの科学者や技術者が今まで積み上げてきた理論を応用して金属を探知できる機械を開発しようと試みていた。金属鉱山において金属が探知できる機械があれば、作業効率が大幅に高まると期待された。 初期の金属探知機は出来が未熟であり、また電気の消費量が大きかったので稼働させられる時間は極めて短かった。1881年、スコットランドの物理学者で電話の発明者であるアレクサンダー・グラハム・ベルが金属探知機を使って当時のアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ガー・フィールドの体内に埋まっている弾丸を探知しようと試みた。この実験では、 金属探知機は反応したものの、大統領の横たわるベッドの金属製の円にも反応を示し段の探知は失敗に終わり、大統領も重層からの感染症が原因で銃撃の約2ヶ月後に制御した。1930年代に入り金属探知機は大きく発展を遂げる。ジェラルド・フィッシャーは電波を用いた航空機の航路管制装置を開発し、 これによって、霧や悪天候時でも航空機を運用できるようになった。ところが、地中に金属等の鉱物が多く含まれていたり、大工場の屋根などに金属が多く使用されている場所では、電波を金属が吸収して、電波の進行方向を変えてしまうため、この完成装置が使用できなかった。この仕組みを逆に応用したジェラルド・フィッシャーは、電波の歪みを探知することで金属を探知する。 新しい金属探知機を開発した。1937年に彼は金属探知機の特許を申請し受理された。これは世界初の金属探知機に関する特許であった。この金属探知機はすぐに実用性が評価され、第二次世界大戦中地雷探知機として使用された。この金属探知機は真空管が装備されており、 非常に重くまたバッテリーを別に装備する必要があった。第二次世界大戦後余剰となった大量の金属探知機が市場に流れ異物の探査などに活用された。ここから現代の埋蔵金探しなど金属探知機を利用した趣味的な活動が盛んに行われるようになる。金属探知機の製造メーカーは独自の技術やアイデアを盛り込んでいく。 1950年代に創業した米、カリフォルニア州のホワイトエレクトロニクスは、オーマスター、ガイガーカウンターという装置を開発した。探知装置の分野でのもう一つのリーディングカンパニーと呼ばれているのがブフォの分野で、先進的なチャールズ・ギャレットである。1950から1960年代に、トランジスタが開発されたことで、金属探知機はより小型軽量となり子供でも、 扱えるまでになった。また、電気回路が改良されたことで、小さなバッテリーでも稼働するようになった。これらの革新によって、偉大な発見が連発する。太古の金の装飾品、ローマ帝国時代の金庫、宝石で装飾された、ダガーナイフ、矢尻といった、あらゆる金属製品が、途中から探知、発見された。蒸気の宝の発見によって、 人よにして大金持ちになることができる、いわば本物の魔法の杖の需要はうなぎ登りに急増していった。この需要の大きな高まりに応える形でアメリカとイギリスで金属探知メーカーが次々と誕生した。その後技術革新が次々と行われ、ほとんどの中小金属探知機メーカーが淘汰されていった。ゴールデック、メトロテック、イジェプリングウィズティー、テック、 そして最近では、アラドなどが趣味用金属探知機の製造から手を引いた。近年の金属探知機における最も大きな改良点は誘導平行システムの開発であり、これは2つのコイルを装備させることで磁界の向きを向かい合わせてゼロ磁場を作り出す。金属物体をコイルに近づけるとゼロ磁場が崩れてスピーカーから音が出る。 金属に交流電流による刺激を与えると、それぞれ特有の反応を呈することは、昔から科学者の知るところであった。それぞれの金属物質は、駆動電流に反応して、誘導電流に特有の位相角を呈する。これによって探知する必要のない金属の位相角を除去することで、特定の金属だけを探知できるようになった。 このように技術の発達と共に発達した金属探知機であるが一方で探知範囲が旧式のものと比べて狭くなるという弊害も発生した。さらに探知対象となる金属の周辺にはかなりの確率で鉄などの対象でない物質も存在している。金がとりわけ純粋でなく合金状態で存在している際アルミ箔のそれと極めてよく似ている。 位相角を呈するため、この区別をするための機器の設定は容易ではない。がしかし、貴重な発見や砂浜に埋まって見失ったダイヤモンド指輪を鉄分を含んだ石ころやアルミホイルであると勘違いして素通りしないためにも、十分に探知機のセットアップを行う必要があった。それまでの誘導平行型と異なり、パルスインダクション型は高圧の電流をパルスとして地中に発射して、 金属を探知する。金属の存在しない地面であれば、パルスは一定の速度に従って消失する。金属が存在している場合、パルスが金属を流れるため消失までの時間がわずかに長くなるのでこの差から金属の存在を探知できる。またこのパルスインダクションがあったは塩などの鉱物に反応しないため海中での近海探査などに利用される。また、 探知範囲が非常に広いという長所もある。一方で、このパルスインダクション型は、金属を探知する能力に長けている一方で、金属から非鉄と鉄を判別する能力に、乏しいという欠点がある。しかし、探査機器の開発を長年行っていた、アイルランドのエリック・ホスターは1983年に、金属選別型パルスインダクション金属探知機を開発して、 それまで多くの技術者が抱いていた概念を根底から覆した。これは、それぞれの金属が持つパルスへの反応や、金属物の大きさから、目標の金属だけを探知する回路を装備しており、例えば金の指輪を探している際には、金の指輪にだけ反応し、銅の効果には反応しない。最新の金属探知機は、マイクロチップ技術を応用して、 高度にコンピューター化されており、探査精度、金属識別、探査速度等を調節すると同時に、別の機械に使用する際に備えて記録しておくことも可能である。わずか10年ほど前と比べて、探知機はより軽くなり、より深く探知できるようになり、電力消費量が減り、さらに金属のより分けがより正確に行えるようになった。2004年の電子機器発表会では、 ビートバロンスとコイルカップルドオペレーションという二つの新型モデルが発表された。これらは電子機器評論家であり、設計者でもあるトーマススカーボローによって開発されたものであり、他に類を見ない単純な設計と良好な感度を備えているという。陸上自衛隊の89式地雷探知機 t m 十六対戦車地雷地雷は金属製の容器に爆薬や 起爆装置が組み込まれていることが多く、対人、対戦車用ともに金属探知機を用いた地雷除去に広く利用されている。日本の陸上自衛隊は89式地雷原探知機セットを装備しており、カンボジアにおける PKO 活動時に地雷探査等などの支援活動を行った。しかし近年では、これに対抗する形でプラスチックなどの非金属で地雷の外枠を作り、 金属探知機では探知できない地雷も使用されている。考古学の専門家や一部の異物探査を趣味とする人々が歴史的な物体を探査する際に金属探知機が広く使用されている。フランスやスウェーデンでは許可なく金属探知機で異物の探査を行うことを法律で禁止している。これは遺跡などを保護することを目的としているが違法に金属探査をする人々がいるのは 紛れもない事実である。また、新しい遺跡が発見されても決して公表されないた、徹底的な調査が行われない。違法に探知された遺跡では、純粋が荒らされた上で装飾品などが盗まれ、それらがブラックマーケットに流れることがある。イングランドとエールズでは一部の制限地域の装着者が空港で搭乗前の保安検査を受ける際には、金属探知機から発生する。 電磁波が機器の動作に影響を与えるため、金属探知機を用いない方法での検査を受けるようにとのアナウンスがされている。原料もしくは製造工程において金属製の異物が混入する可能性がある場合、それを検出するために金属探知機が使用される。口実するように食品、医療品のような生身の人間が直接触れる製品においては、 特に重要であるが、それ以外の分野でも、再生紙や再生木質ボードの原料に含まれる金属製のクリップや金具は製品に混入した場合、品質を著しく低下させ、さらに製品を利用する印刷機や電動工具を壊す可能性もある。このため、工場の生産設備には必要な箇所に金属探知機が備えられている。食品加工工場において、 壊れたり削れたりした機械のかけらや、金属変動異物の食品への混入は重大な問題を引き起こす。また、穀物や豆類のように粒子が小さなものは、生産過程で異物が混入しやすい環境にあり、国や業界によって除去のための特別の基準を設けている場合がある。金属探知機はこれらの異物の探知用に、製造ラインに組み込まれている。工場で使用される。 金属探知機は強力であり、心臓ペースメーカーを使用している人が近づいた場合ペースメーカーが誤作動する可能性があるため注意が必要である。服飾産業において布加工品に金属製の服飾付属品を取り付ける前に金属探知機を通すことが広く行われている。工場出荷物や輸入品を再加工したり小売店に引き渡したりする前に 内職的に作業されることが多い。この目的で使われる機器は検診機と呼ばれる卓上のものがよく使われる。ありがとうございます。